今回は難関大を目指すこの親御さんに向けて、お子さんが合格するために皆さんが取るべき行動っていうのをお話していきたいと思います。パラレルアカデミアの吉村です。どうぞよろしくお願いいたします。で、早速なんですけど、中学受験、高校受験、大学受験ってあるじゃないですか。中学受験っていうのは親御さん主導、保護者さん主導っていうのが一般的で、高校受験っていうのはそれが半々になるかなみたいな。で、大学受験になると生徒さん主導になります。でも完全に任せると不安だし、子供には失敗してほしくないし、どうしようっていう風になってないですか。で、実際そういう声が多いんです。気持ちすごいわかります。大学受験は子供が頑張るしかないのは分かってるけど、何かできないかなみたいな。でも残念ながらその愛情がもう空回りしてるようなケースもよく見かけるんです。保護者さんはこうしてほしい、こうした方がいい、でもお子さんはこうしたい、そうはしたくない、ほっといてほしい、こういう風にもう全然同じ方向向けてない場合があるんですね。だからこそ今の話聞いてちょっとでもハッてした保護者さんはですね、ぜひ今日の動画を最後まで見ていってほしいなと思います。こうすれば OK ですっていう正解をお話していきます。で、今回は大きく分けて3つの側面から正解っていうのをお伝えしていこうと思います。で、まず1つ目が声かけの仕方、そして2つ目が情報提供、そしてラスト3つ目が家庭環境ですね。この関わり方っていうのがすごい大事ですので、それぞれどうしたら OK で、どうしたらダメですよっていうのをお伝えしていきたいと思います。では早速1つ目、声かけの仕方ですね。で、これは結論正解まず述べておきたいんですけど、指示や命令はしない、そして承認と提案をする、これが正解なんですね。指示や命令っていうのはあれしなさい、これしなさいってやつです。で、承認っていうのは何々なんだねっていうふうに受け止める、認める、無理に褒めるってわけじゃなくて受け止める、遅くまで勉強してたんだね、疲れてるんだね、今回はちょっと調子悪かったんだねみたいな、もちろん頑張ったねっていうのも承認の一つだと思います。ただここで無理に褒めるわけじゃなくって言ったのは、正直大人目線からすると頑張ってるよね、みんなもうちょっと頑張れるだろうと思ってるところに頑張ってるねって言っても感情が乗らないんで伝わんないんですよね。他にもこの点数すごいと思ってなくてもすごいって言ってもこれも伝わんないんで、例えばお母さんお父さん自身がすごいなって思わない点数、例えば60点取りましたとか70点取りましたとか、偏差値が55とか60でした、本当はもっと取ってほしいなと思ってる時とかだったら、偏差値が55でも前回が50だったら、偏差値5も上がったんだねとか、これは褒めてるわけじゃなくて事実を伝えてるんですけど、ちゃんとお母さん見てくれてるんだっていう風になるんで、これも承認の一つになるんですね。で、もう一個の提案っていうのは、お母さんはこうした方がいいと思うんだけどどう？みたいなやつです。この指示や命令をするともうお母さんが子供のなんかコントローラーを握ってるような形になって、すごい嫌がるんですよ。自分の人生やしとか、自分の勉強だし、自分の思うようにやりたいし、みんなそう思ってるところに指示や命令をしてこうしなさい、ああしなさい、確かに歯がゆい時もあると思うんですよ。もっとこういう風に効率よく勉強した方がいいのにとか、スマホいじったりとかゲームしてる時間があるんだったらもっと勉強したらいい大学行けるのにみたいな思うんですけど、それ頭では分かってても今はこれがしたいってなると人間だからあるじゃないですか。そういうところにあれしなさい、これしなさいって言うと逆効果なんで、提案とか承認とか、偏差値55でも前の偏差値が50だったから、あ、今回の偏差値5上がったんやね、あ、じゃあお母さん見てくれてるんだ、前から変化が起きてるんだ、じゃあもっと頑張ってみようかなってなったりするわけですよ。ただこうした方がいいのにと思ってることを飲み込んでてもストレスですし、それも子供のためになんないので、こうした方がいいと思うけどってこの提案をすると。で、これは提案なんで採用するか却下するかっていうのは子供に委ねられてるわけじゃないですか。なんでこれは命令でも指示でもないので、このアドバイスを受け入れるかどうかというのを選ぶことができる。なんで自分で納得した上で提案を飲んで、それを勉強に移すことができるので、ここもストレスがかからないし、お父さんお母さんの言う通りにさせられたって感覚もないわけですよ。提案とかはして OK なんですけど、指示とか命令はせずに承認を忘れないようにしましょう。これがもう声かけの仕方の正解なんですね。で、これじゃ僕の当時の大学受験とか、受験生時代の感想なんですけど、とにかくやっぱりうちの両親は否定 しなかったっていうのが個人的にはすごい嬉しかったんですよね、僕は。で、そうなるとすごい信頼を寄せられてる感、信じてくれてるんだなっていう感じ、これが頑張るエネルギーになるんですね。逆にちょっとでも何か強制される、もしくはそういうエネルギーを感じるっていう時はすごいストレスになってた覚えはありました。うちの場合は、こういう勉強しなさいとか、こういう、教材使いなさい、こういう志望校にしなさい、そういう話ではないんですけど、僕が一生懸命頑張ってる時にもう休憩しなさいよとか、今日ぐらいリフレッシュして外行くよみたいな、親的にはもうずっと根詰めて勉強してるから大丈夫なんかなって心配になって連れ出そうとしたんですけど、これってもう強制なんですごい嫌やったんですよ。疲れてたらちょっと休憩したらいいんじゃないって思うけどみたいな言い方をされたら、ちょっと休もうかとか、いやまだやるって自分で決めれるんですけど、我が子のため思って休みって言ってるんですけど、いやなんでやねん、今やってんねんっていう風にやっぱなるんで、勉強しなさい以外にもですね、休憩しなさいとか、今日はもうや休みなさいよみたいな、こういったのも逆効果になりますんで、承認と提案ですね、ここを守ってもらえたらすごい、子供のモチベーションにもなるんじゃないかなという風に思います。で、続きまして2つ目、情報提供です。これ情報提供って何かっていうと、その大学受験の情報だったり、参考書情報だったり、塾の情報だったり、そういった、受験勉強に関わる様々な情報を保護者さんがお子さんに提供するってことです。で、これ結論正解としてはして OK なんですね。ただ、ただし、決断するのはお子さんだということです。これどういうことかっていうと、大学入試の情報とか大学情報とか、こういう大学がいいなってお母さんとか見つけるとするじゃないですか、お父さんとかも。こういう塾がいいとか、こういう参考書がいいらしいとか、こういう勉強の仕方をした方がいいらしいとか。で、ここで1にもつながるんですけど、じゃあ、
したらいいんじゃないっていう、まあ、提案チックでも半ば強制だったりとか、ここの塾行きやとか、まあ、そういうその強制っていうことになるとまた良くないので、あくまで提案に留めると、そして決めるのはお子さん自身だということです。こういう大学があったよっていう情報提供は OK、 ただここにしたらっていうのは良くない。参考書買ってきてこれ使いなさいっていうのもなんでやねんっていう風になりますし、ここの塾がいいらしいから体験に行ってきなさいじゃなくて、こういういい塾があってこういう風なこういう指導してくれるんだけど一回体験行ってみるのどうみたいな、あじゃあ分かった行ってみる、もしくは今はまだいいや、ここが大きな違いなんですよね。なんで情報提供っていうのはしては OK、 して OK っていうか、まあした方がいいんですよ。なるべくまあ子供自身お子さん自身はずっと勉強した方がいいわけなんで、その志望校受かるためにやるべきことっていうのはやった方がいいと。ただそれに伴って大人が情報提供してあげる必要もあるというか、その方が単純に有利じゃないですか。ちゃんと脳を鍛える勉強をするっていうところと情報を取ってくる保護者さんと、ここがうまく両立できてた方がいいんでして OK なんですけど、もう一個注意点としては、完全に親任せになってしまうとこれも良くないんですよ。で一緒に調べる、お互い調べるっていうのが大事です。たまにいらっしゃるんですけど、もうお母さんがこれしなさいあれしなさいって言ってくれるから自分は勉強してるだけですとか、志望校お母さんがまあここいいって言ったから受けようと思いますとか、まあ、そこまで何でもかんでもお母さんお父さんじゃないにしても、あの情報与えすぎてても子供自身お子さん自身が調べなくなったりとか、自分で調べて自分で決断する、自分で情報を取りに行くってところをしなくなってくると、これ大学受験合格後に結構やっぱ後悔してくるんですよね。実際行った大学がなんか自分に合わないなとか微妙だなってなった時に、そういえば自分で選んでないよなっていうことになっちゃったりとか、もしくは大学入ってもうその後って学習塾みたいなのないわけですし、高校生までぐらいお膳立てされた教育じゃないわけですよ。大学の教授も教授のもとでいろいろ学んだりとか、もう大人として学びに来てるんだよねっていう風な扱いをされるんで、そんな中で自分で調べて必要な情報を取捨選択して決断していくって、ここの経験がないと大学生っていう大人になって非常に困りますんで、親子共で調べる、もしくは別々で調べて、お互いちゃんと調べてる上でこの2人分の情報があるとより良い、まあ、決断ができるじゃないですか。どの参考書がいいとか、どういう入試方式がいいとか、こういう模試の方がいいとかっていうのを選ぶ材料が多い方がいいのは間違いないんでして OK なんですけど、決断するのはお子さんだということと、でも完全に親任せにしちゃダメですよと、この2点が大事なポイントですね。で、まあ、実際受験相談してたりとかそういった中で感じるんですけど、やっぱり親子二人三脚で歩めてる、受験生家族っていうのは強いなと思います。まあメンタル的にもそうですし、情報もしっかりとあるし、で子ども自身が基本的には勉強に集中できてると、はい、で私の場合は、まあ、その両親からの情報提供みたいなものもほぼなかったんで、自分で、友達に聞いたり先生に聞いたりいろいろ調べたりして勉強してました。まあそれでも全然いけたんですけど、そこに情報提供してくれたりとか、そういった存在がいたらすごい、まあもっと有利になったかなというふうに思いますね。保護者さんがなんか手綱を握ってるわけでもなくて、で子どもがいやもう俺がいるからほっといて、私がいるからほっといてよってわけでもなくて、揉めることもなく一緒に受験相談来て、お母さんからも質問相談が来るし、お子さんからも質問相談が来るしみたいな、連れてこられた感もないし、ただついてきました感もないし、2人でちゃんと相談に乗りに来ました、もしくはお父さんも来られるところとかね、だったら3人で相談に乗りに来ましたみたいなところやっぱ強いなっていうふうに思います。じゃあラスト3つ目、家庭環境ですね。家庭内での環境づくりです。これの正解、これの正解もたった一つで、心の拠り所になる、拠り所を作るですね。家は安全地帯ですってのがすごい大事なんです。どれだけテストでうまくいかなくても、どれだけ先生に厳しいことを言われても、家に帰れば承認と励ましが待ってる、こんな状態が理想なんです。なんで夫婦喧嘩みたいなのは正直 NG、まあ、受験勉強戦いですから、勉強して外で勉強してもう打ちひしがれてくる時もあるわけですよ。模試でうまくいかないのもあるし、まあ友達がいい判定取ってたり、まあ、成績上がってたりして、なんか自分もやもやするなとか、塾とか学校で先生厳しいこと言われたなとか、なんかいろんなストレスを抱えてるわけですよ。で家に帰ってきて全部を承認認めてくれるっていうところがないと、家でもストレスかかるんですよね。なんでちゃんと家に帰ってきたら心が安らいで、うまくいってなくても自分という存在を認めてくれる空間があるんだっていう風にしていただくのが本当に理想だと思います。それで家で回復して次の日からの勉強に取り組めるということになりますので、家の、ね、中の環境としては心の拠り所になる安全地帯を作るっていうのが正解だと思います。で僕の当時の、ね、受験生時代の感想なんですけど、やっぱりまあ夫婦喧嘩とか嫌でしたね。家庭内の空気がなんか良くなくなるというか。ただまあ僕自身にプレッシャーはかけず、基本的にはそっとしておいてくれる中に強く応援してくれてるなってエネルギーを感じたんで、それはすごいありがたかったなと思います。心強かったかなと。私の場合は両親からの情報提供はなかったんですけど、その分信じて任せてくれてるんだなっていうのは非常に心強かった。ただまあちょっと喧嘩は少なかったらよかったなっていう感じですね。今回は難関大を目指すこの親御さん保護者さんに向けて、どういうアプローチをね、関わり方をすればいいのかっていうのをお話ししてきました。3つの側面でねお話ししまして、声のかけ方、情報提供、そして家庭環境というところでお話ししてきましたので、この3つをですね基準にお子さんと
関わっていただけたら、最大限ね勉強頑張れるような環境づくりになっていい結果になると、そして何簡単に合格できると思いますので、一つでもいいので実践していただきたいなと思います。またこのポラリスアカデミアはですね、大学受験の学習塾でございまして、授業をするっていうタイプではなくてですね、志望校合格のための学習戦略というのを逆算して練って、そして毎日学習管理をして、1週間に1回とか2回とか定期的にあるミーティングで、今うまくいってること、うまくいってないことっていうのを洗い出して、じゃあ今の勉強をもっとより良くするためには、今起きている問題点を解決するためには、次週の勉強をどう改善していこうかっていう、こういったコンサルティング指導のようなミーティングを行うような学習塾になっております。学習管理型っていうふうに分類されるんですけれども、特に自学自習の量と質っていうのを最大化することで、志望校合格、逆転合格を実現している塾でございますので、もしですねご興味がある方はですね、概要欄のリンクから無料体験、無料相談っていうのを申し込んでいただければなと思います。どんな指導してるんかなって興味がある方は無料体験受講いただけますし、まず受験に関するお悩みを相談したいという方は、ひとまずあの概要欄のリンクから無料受験相談申し込んでいただきまして、そちらで体験のご説明等々もさせていただくことができますので、ぜひうちのポラリスアカデミアを活用しまくってください。ということで、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。